はい、メガネをかけているとスーパーバイクでのポジションで視界がうまく合わないことありませんか？でもレーシックは怖くて手術する勇気が出ないタラニーです。今回は2022年1月に入りまして日本に上陸してきているドカティのミドルクラススーパーバイクパニガーレ V2 をベースにしたスペシャルモデル新型パニガーレ V2 ベイリスファーストチャンピオンシップ20周年記念モデルをご紹介いたします。ドカティ最高峰のスーパースポーツであるパニガーレシリーズはスーパーバイクレースでも活躍する最新技術を結集したパニガーレ V4 と並んで長く伝統と多くの栄光に彩られた V2 エンジンを搭載するパニガーレ V2 をラインナップされています。2021年7月22日にパニガーレ V2 をベースにした新たなスペシャルモデルとしてパニガーレ V2 ベイリスファーストチャンピオンシップ20周年記念モデルが発表されました。まずドカティの、スーパーバイクは大きく分けて2種類ありまして V 型の4気筒エンジンを搭載したパニガーレ V4 と V 型2気筒エンジンを搭載したパニガーレの V2 があります。パニガーレ V4 は排気量は 1103cc で214馬力パニガーレ V2 は排気量 955cc で155馬力パニガーレ V4 がドカティのスポーツブランドのトップエンドモデルとなり速さに向けて進化を続けているマシン対してパニガーレ V2 はドカティ伝統の2気筒モデルのスーパーバイクのトップモデルかつてはスーパーバイクのトップエンドモデルでしたけれども現在では公道でも扱いやすいドカティスーパーバイクのエントリーモデルとしての位置づけとなっています。そんなパニガーレ V2 をベースにドカティのレジェンドライダートロイ・ベイリスの名を冠したスペシャルモデルが2022年発売の新型パニガーレ V2 ベイリスファーストチャンピオンシップ20周年記念モデルになります。ここでトロイ・ベイリスってどんな人っていう疑問の方に簡単なレクチャーを。トロイ・ベイリス、オーストラリア出身の元バイクレーサー、オートバイレース最高峰の一つ、市販車をベースにしたスーパーベック選手権で、ドカティのマシンを買って3度のワールドチャンピオンを獲得。2008年に現役を引退しましたが、同世界選手権通算52勝は同じくドカティのレジェンドライダー、カール・フォガッティに続く歴代2位の記録を持っているライダーです。そんなわけでドカティとのつながりが非常に深いライダーで過去にも世界限定500台の 1098R トロイベースエディションなどが発売されていたりドカティ2気筒のスーパーバイク時代を象徴するライダーになります。そして昨年2021年はトロイ・ベイリスが2001年最初のスーパーバイク選手権タイトルを獲得してから20周年を迎えたことを記念しその偉業を称えるために作成されたものです。獲得した時に買っていたドカティ 996R からヒントを得ました特別なカラーリングを特徴としたパニガーレ V2 をベースにしたオーリンズ製の足回りなどを装備したスペシャルバージョンを発表しました。主なスペックはこんな感じになります。車種フレームやエンジンはノーマルのパニガーレ V2 と共通です。ユーロ5規制に適合した 955cc 2気筒スーパークワドロエンジンは155馬力の最高出力と 104Nm の最大トルクを発生いたします。電子制御のシステムはこんな感じがついていますね。でこれらの装備を3つのライディングモード、レースモード、スポーツモード、ストリートモードに組み込まれていて新しい 4.31 カラー TFT ディスプレイを介して調整することができます。このディスプレイはユーザーフレンドリーなインターフェースを備え現在選択しているライディングモードや各種システムの設定を簡単に行うことができます。新型パニガーレ V2 ベイリスファーストチャンピオンシップ20周年記念モデル専用の装備になりますけどもドカティレッドにホワイトとグリーンを組み合わせたカラーリングにベイリスを象徴するゼッケン21とシェルのロゴマークを組み合わせたグラフィックは初タイトルを獲得した2001年シーズンに買っていたマシンのドカティ 996R を思わせる仕上がり。燃料タンクにはベイリスのサインが入り削り出しアルミニウム製のステアリングヘッドにはモデル名とシリアルナンバーも刻印されます。レッドのダブルステッチが施され21も入ったシート、カーボンとチタンのサイレンサーカーバーも標準装備です。そしてサーキット走行のパフォーマンスをさらに高めるためのサスペンションをグレードアップ、高精度で動作性に優れるオーリンズ製の NX30 フロントフォークと TTX36 リアショックアブソーバーを装着、さらにリチウムイオンバッテリーの採用など軽量化、よりシャープで正確なハンドリングを実現し特別な一台にふさわしい仕上がりを見せています。パニガーレ V2 ベイリスファーストチャンピオンシップ20周年記念モデルはヨーロッパなどでは昨年2021年の秋から冬頃には販売、日本も12月に販売が予定されてたんですけども少し遅れて今月2021年の1月に全国各地のドカティディーラーに入荷してきています。
車両本体価格は265万円。スタンダードのね、パニガールの V2 の価格が230万円なので、価格差は35万円になりますね。で、ドカティのね、モデルはグレードが上がると、もちろん値段も上がるんですけども、ついてる装備内容からすると、むしろお得になっているモデルが多くて、パニガーレ V2 ベイリスファーストチャンピオンシップ20周年記念モデルもその例に沿っていると思います。単純にですけども、オーリンズのサスペンションでね、同等品となるラボカロッツェリアでの、パニガーレ V2 のオーリンズフロントフォークと、オーリンズのリアショック、オーリンズのフェアリングダンパー、このね、オーリンズの装備だけでもね、すでに60万円以上の金額がかかりますし、そこからね、ドカティパフォーマンスのカーボン&チタン製のエキゾーストカバーや、シールナンバーがね、入ったルミ削り出しトップブリッジに刺繍入りのシートと、タンクにね、ベイリスのサインが入って、996R のインフォストラダカラーリングの、外装一式、さらにはリチウムイオンバッテリーなどなど、通常のね、パニガールの V2 を買ってから、後からこのね、ベイリス仕様にしようと思ったら、まあ、部品代とか、そのなんだろう、ペイント代とかだけでも、ね、多分軽く7、80万円以上、追加出費がね、かかってしまうと思うので、これはもうね、パニガールの V2 を購入考えてるなら、絶対に再利用候補になる一台だと思います。別視点から見ると265万円ならあと25万円ぐらい出せばより上位のねパニガーレ V4 が購入できるんですけども、比較するね基準が異なりますし、電制御のねオーリンズとはね、でも同じオーリンズ付きで比べるとね、パニガーレの V4S はね V2 ベイリスよりもプラス93万円の358万円になるので、やっぱり比較対象にはならないっていう感じですね。ドカティのミドルクラススーパーバイクといっても排気量はね 955cc なので、もうリッタークラスのスーパーバイクになります。軽くてね、上位モデルに引けを取らない電子制御システムを備え、サーキットから街乗り&ツーリングまで幅広く適用できるドカティのパニガーレ V2 は、過去にね販売していた996、848、899などのね気難しい一面が結構強く出ている、モデルとかと比べると、ビギナーの方でもねすごくとっつきやすい時代だと思います。ドカティはね昔から結構乗りづらいとか壊れやすいっていうイメージあると思うんですけども、結構ここもそういうのは少し前にね、もう過去の話になっていて、まあ、結構食わず嫌いっていうね言葉もあると思いますけども、ぜひ一度ね試乗してみてください。結構ハマる方すごく多いと思います。まあ、それでねドカティのスーパーバイクに白ごみしてしまうっていう方はね、さらにフレンドリーなドカティのスーパースポーツっていう一台もありますので、そちらの方も検討してみてもいいかもしれません。それではね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。動画作成のね励みになりますので、よろしければコメントやチャンネル登録をぜひともお願いいたします。それでは。